はい、今回は東京都知事選のヤバい結果と出口調査の不可解について考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。東京都知事選ですね、えー、小池百合子が通ってしまいましたね。えー、僕たちの最も望まないえことになり、まあ、おそらくズルをした可能性があるんですよ。 で、ちょっと最初に今回お話しますがあ、まあ、なんて言うんでしょうね、見下したコメントを書いてきた人がいますので、まあ、その内容についてちょっと切れますので、えー、ちょっと気分が悪いと思う方はね、控えていただいた方がいいと思います。ただ、なんでそういうことを言うかっていう理由がありまして、僕はね、東京都知事選、リスナー様もそうですが、みんなで一緒にね、えー、考えてきて、まあ、蓮舫さんが通ることを願っていました。 逆を言うと小池百合子がね、えー、何が何でも落選しないと、えー、もうどうにもならないということを思っていたんですが、まあそれに逆行するようなことをね、えー、面白おかしく書いてきたんで、うん、一言言いますけど、舐めてんじゃねえよ。ああ黙ってるかと黙ってるかと思ってな。ああ舐めてんじゃねえよ。ああふざけんなよああ。そう思ってますから、でまあ、そのことについて、あとはまあこの,あの、ね、出口調査の不可解っていうのも考えていきますので、ちょっと東京都知事選のですね、内容は僕いろいろ調べたんで、 正直言ってね、えー、もう小池百合子が通ったっていう時点でね、もうやる気僕なくしましたね。皆さんも多分そうだと思うんですよ。で、このコメントを書いてきたま人間とか、おそらくこういった奴らが他にいるんでしょうけど、頭に来て頭に来て仕方がねえからさ、あちょっと黙ってらんねえから言いますわ。本当なんか言ってきたからね。で、多分皆さんもまあ、蓮舫さんが負けたことで、えー、本当にね、悔しいっていうか、あの言葉にならない、えー、ような、そういった気持ちだと思うんですよ。 今回僕、切れますって言ってますけど、別に僕がね、好きかって思って切れるとか、そういったことじゃないんですよ、まあぼまあ。まあ、せめて僕のことを言うだけだったら我慢しますけど、あのここにいらっしゃるね、えー、他の視聴者様のことを否定するようなことを言ってるんでね、うん、黙ってねえからな、な、うん、めてんじゃねえよ、うん、ふざけやがって。どういうつもりだ、うん、で僕は正直に言いますけど、この東京都知事選の内容をですね、 ずっと蓮舫さんを応援していたらあ、令和を支持している人たちから批判も受けてたんですよ。別にいちいちあのい言いませんけど、ねえ、えー、なんか <coughs> 僕に対して、実は令和を応援してねえんじゃないかとかね、なんとかって言ってますけど、別にしてますよ。で、別にそんなことに関しては、あの、どうのこうのね、えー、怒ってどうのこうの言うとかっていうことはないです。ただ、あの、今回言ってきてる話っていうのはちょっと我慢ならないんで、うん、いいか減にしろよ。あまあ、ちょっ舐め,舐めてんじゃねえ。ふざけやがって。 でまた多分こういうことを言うとねこれはこれで他の人にも印象外するかもしれないんですけど結局こういったコメントをしてるやつってのは自民党応援団なんだよそこ行けあ迷惑だここにいること自体はっきり言いますけど僕はねその有名でもないし聞いていただいてる方も少ないですけど聞いていただいてる皆さんの役に立てればと思って僕精一杯話してるんですよ それがね、私なんだか知らないんですよ。有名な人に比べてね、言ってることはもしかしたら間違ってるのかもしれない。僕は間違ってる自分で思ってませんけど、それをこうなんかね、見下されるとか、面白おかしく笑われるとか、冗談とか通じねえからな。舐めてんじゃねえ。マジで。どういうことを書いてきたかと、こういうことを、えー、まあ、いくつかね、えーこ、この意見も、この意見こそまさに僕は、あの、令和の支援者を装ってる、 それこそ、令和の支援者ではない人間だと思いますよ。まず、まず、まず一番最初にちょっとムカつくのがあるんですけど、ここなんですよね。東京都知事選、えー、管理人の分析がどはずれしましたが、笑い。うん。何がおかしいんだよ。僕は別に蓮舫さんに、ぜね、えー、何が何でも絶対買,い買ってもらいたいと思って真剣に応じたんだよ。何がおかしい笑いってあ。笑う要素どこにもねえよ。感想をお聞かせください。うん。 こいつに言われなくたって考えてることがあるから、いいわ、黙ってろよ、ふざけやがって。で、こっから、あの、令和を応援してるふりをしてね、うん、全く意味のわからないこと言うんですけど、うん、そもそもはっきり言うけど、東京都知事選の構造がわかってくねえくせにガタガタ言ってんじゃねえ、うん。ふざけやがって。山本太郎さんが言うように、下手に立憲に、えー、政権交代するは自民党の方がマシだと思います。マシなわけねえだろ。うん。 山本太郎さんだって聞いてるか聞いてねえか知らねえけど小池百合子はダメだって言ってんだよあ小池百合子でダメでじゃあ今回のもし順位が正しくねえけど小池石丸蓮舫と並んだら石丸もダメなわけだろ蓮舫に変わるしか道がねえんだよそれを何言ってんだよわけわかんねえな今の自民党でも年金や生活保護はもらえるが 立憲になれば野田が主体となり、緊縮財政に舵、えー、を切って、年金支給事業を遅らせるとか、逆な方向に行きかねないので慎重に考えるべき,べきです。言ってることに意味がわからない。じゃあ仮にいいですよ。これが正しくたって結論はこれだろ。この意見の結論ってのはここなんだよ。小池のままでも仕方がない。まだマシでプラスと考えた方,方がいい。どうかしてるよ、うん。小池が続くことが最悪なんだよ。あじゃあ逆を言うよ。別に。 まあ、石丸になってもダメだと思うけど、とにかく小池以外に、あのね、変えれば、まあ、石丸じゃダメだね。うん。石丸は、あの、東京都の今までの、例えば予算とか、あその、癒着ね、三井不動産の癒着は甘がないから、あ、小池が、じゃ石丸がダメだ。じゃあ、こううよ。今回出てくるから、ね、じゃあ蓮舫さん、ダメでした。で、結局、小池になってしまいましたでもこれね、あの、リコールかなんかして、ひっくり返せないかなと思うんですけど、 じゃあいいよ。蓮舫さんじゃなくても。うん、今回話に出てるよ。内海悟さんとかね、ひまそらあかねさんでもいいよ。そういった人たちも、そだから、この意見っていうのは、僕とここにいる視聴者だけをバカにしてねえんだよ。うん、他の人たちな、内海悟を応援してる人とか、ひまそらあかねさんを応援してる人とか、そういった人も、ね、え敵視する発言だから、うん、考えて書けよ。なんか知らねえけど、分かったかのような政治のことをぐちゃぐちゃ言いやがってよ。 で、これでどういうことになったのかっていうと、小池が当選したわけじゃないですか。今回の次の東京都知事としてね。うん、自公政権の交代が厳しくなっていきましたね。だから、どういう展開になるかっていうのはわからないけど、一回、自公を変えて、いいですよ。立憲にしてって、立憲にして今度、レオンにしていく、うん。そうしなければ無理なんですよ。それはね、別にこの意見じゃないですけど、すっとね、レオンの単独はいいですよ。でも、厳しいでしょ。正直。 次にじゃあ、和の単独になりゃいいですよ。だけど、結局じゃあ、東京都知事は小池なんだろうん。っていうことをめちゃくちゃ頭に来たんですいません。あの、こういう話するとね、あの気悪くする人いることを分かってんですよ。でもなんでこれしたかっていうとね、うん。いや僕がここにいらっしゃるリスナー様のことをね、なんとも思ってないと思われるのも嫌なんですよ。あ管理人は別に小池でもよかったんじゃないかって思ってないですからね。 僕は小池が一番いけないと思っていて、それがなってしまった。それが継続してしまったあ。じゃあ今回はね、違った切り口から考えていきますよ。僕もリスナー様も蓮舫さんを応援していた方が多くいらっしゃると思いますが、今回多分ズルしましたね。99%ズルをした。あだけど、このズルをしたっていうのは蓮舫さんに対してズルをしただけではない。え他の意味でもあ,あらゆる形で使ってズルをした。 うん、それをお客観的に、えー、分かる、そういったことを考えていきます。あの東京都知事選のです、ね、出口調査っていうのが、まあ、出てきたんですけど、小池が207万票、えー、石丸真二が180万票、蓮舫さんが95万票、内海悟が70万票、暇赤根さんが56万票、6位の玉上敏夫が20万票っていうことなんですけど、 今回は、事前に、えー、ね、立候補者が多かった。50人以上出ていた東京都知事選、えー。ほぼ8時の当確は不可能です。まず、これが出た時点でおかしい。さらに、何がおかしいのかっていうと、出口調査、出口調査って言うでしょ。回答拒否してる人が多いんですよ。それを SNS に投稿した人がいるんですよ。うん。だから、出口調査をしてるって言っても、出口調査を回答拒否,拒否してる人が多いんで、統計など取れないんですよ。統計学とかね、えー、言ってるけど、 あの理由は簡単です。出口調査をしたあっていうことを口実に8時の当格を決めるんですよ。マスコミが通したいものを通す。デンマルが通したいものを通す。宗主国が通したいものを通す。だから、この最初に入れたわけのわかんない、この、この意見の通りりで。だから、こういった人間っていうのはあ、何かしら政治の話をしてきて、少なくとも僕とここにいらっしゃるリスナー様と対立する意見の人間だと思ってますからね。本当見下してきて頭に来るなと思うんで。 で、えー、今回もちろんどういうふうにしたのかっていうのは分からないんですけど、まあ、箱をすり替えたね投票箱そのものをすり替えたとか中身をすり替えた可能性もあ,ありますし、えーまあ、小池百合子と石丸をきあのあ小池マスコミが注目させて、まあ、蓮舫さんの票をどん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 下げていくっていうことを繰り返していたんですが。 あの、またもう一つ先生、僕はこれは、あの、取り上げなかったんですけど、興味がないし、あるいは、あの、なんだ別に応援してる人たちではなかったんですけど、もう一つ別の側面っていうのがあるんですよね。ある程度、一定数の票が取れる人たちを全く、あの、これ報道しなかったっていう、これもマスコミによる世論誘導です。だから、まあ、残念なことを言うと、まあ,あ、ずるしたっていうのもありますし、もしかしたらマスコミの世論誘導に、 都民の一部が踊らされたんじゃないかとも取れる、まあ、とにかくマスコミがしたい方向に、えー、今回は小池を、小池合子を勝たしたいっていうマスコミの思惑。だからこのコメントした人間いるじゃないですか。うん、これ分かってるようなこと言ってマスコミの思惑に、えー、まんまと踊ってるんだよ。うん、自分でもっとよく考えろよ、うん。で、例えばじゃあ僕の考えが気に入らないんだったら聞くな。うん、あと他の人に迷惑だ。ここにいる人は、 まあ、どれほどかわからないけど、9割以上がね、小池合子が当選することを望んでいなかった、僕を含めて。その僕たち9割以上の人間に対して、小池であることがまあ知って、うん。だから僕たちと対立する意見を言ってるんだけど、わかるかうん。迷惑だからな、はっきり言って。まあ、これ以上言いません。あんまりこういうことを言うとね、今度あの冷静に聞いているあのリスナー様にあの印象を害してしまうんで、申し訳ないです、っていうことで。で、今度ね、 出口調査の不可解ってことがあるんですが、あの東京都内の3カ所の出口調査を調べた人がいるんですが、あの港区、千代田区、台東区ってところの出口調査を一般人が調べたら、港区54、千代田区33、台東区38が回答拒否したんですよ。つまり出口調査では何にもわからないってことです。回答拒否した人が最も多いんですよ。 だから、例えばね、今回の東京都知事選の、えーまあ、そのテレビの報道っていうのは、どういうふうに報道するのかっていうと、本来はこういうふうに報道するはずなんですよ。真実を語るのであればね。えー、今回は出口調査を行っておりました。しかし、えー、出口調査で、えー、有権者に意見を伺ったところ、回答拒否が多かったです。こ,うこ,このように報じたのであれば、その報道っていうのはあの信用できます。真実を語ったから。 だけど、さっき言いましたよね、マスコミっていうのは別に真実を語らず、通したい小池力を通すために、あるいはもう最初から決めてるんで、ね、今回は小池を通そうとしていたんですよ。だからそういったデタラメをしていた。で、この7月7日の上野かな、台東区上野っていうので、これ調べた人がいるんで、まあ、このね、 このデータ、情報をちょっとね、えー、まあ参考にさせていただくんですが、79票を調べたっていうことですね。えー、この出口調査によって一般人の方が。79票中38票が回答拒否だった。つまり、半分が誰に入れたかっていうのが分からないんですよ。正確に言うとね。うん。だから、例えばですよ、まあ僕はこれをあの信じてますし、こう、まあ、どちらかというと願ってますけど、この回答拒否38票。 が、もし全員蓮舫さんに入ったら、この台東区東、台東区東上野地区は蓮舫さんが1位なんですよえ。僕はそう思ってます。うん。まあ、こ,このどっち,どっちかっていうと上手く言えないんで申し訳ないんですが、一般人の掲げたあ、ねえー、情報の方が信用性があります。台東区東上野地区で、えー、79票の調査をしたら、約ね、大体半分だよね。回答拒否38票。 で、1位は石丸に20票を入れた。こんなに入れたんだ。でもこれは、あのね、えー、一般人の調べだから、これは信じる。別にこのことを悪くも言わない。石丸に20票入れた人がいたんだね。で、小池より子に7票入れた人がいたんだね。これもおかしいと思うけど、でも本当だと思う。で、蓮舫さんに6票を入れたと。で、内海悟っていう、まあ人に5票入れたと。で、安野孝弘っていうあの AI の人かな。あの人に1票入れて、えー、ドクター中松に1票入れたと。 じゃあさ、この回答拒否した38票ってのは誰に入ったかわからないわけよ。わかるだから、だから正確に言ったら8時で決まってるわけがないんだよ。だからもっと言うと、今回の8時投格ってのは不可能なんだよ。回答拒否をここまでしてる人がいる、半分以上がしてる時点で、なんで8時で投格が決まるのさ。それっていうのは、あもうこういうふうにしようって決めてたからだろ 結局、小域百合子を通そうとして、もう最初から決めてたんだよ。蓮舫さんがものすごく票を取ってね、だ例えば、この上野のエリア、ね、えー、回答拒否が38票あって、まあそうだね。まあじゃあ30票でもいいよ。30票が蓮舫さんにあったら、蓮舫さん36票だから、この上野の地区で1番だったんだよ。でもその人は3番になってるわけよね。すべて <laughs> マスコミ、えー、テレビによる捜査です。 で、この蓮舫さんが6票っていうのをあんまりね、まあ信じたくないっていうか、まあ、この回答拒否の中に確実に、えー、蓮舫さんに入れた人が多くいるでしょうから、まあそれはもしかしたらね、えー、石丸に入れた人もいるかもしれませんが、あの、わかるところまで言いますけど、この回答拒否の中身を開けないことには、うん、当確なんて決まるわけないんですよ。半数近くが回答拒否をしたその事実があるにもかかわらず、夜の8時に当確を出すことは不可能です。 それをやったんですよ。わけわからないですね。で、今度はね、えー、こういったものもあるんですよ。こういうこともね、えー、まあ言われてるっていうか、わかってるっていうことがあ,あるんですけど、えー、この何て言うのかな。市民が調べたら、内海、ねえー、悟さんには70万票近く入っていたと、まあ、言われてるんですよ。これは信じますよ。この市民、都民の出口調査だてのら信じます。 内海悟には70万票、ひまそらあかねさんには56万票、玉神上敏夫には20万票入っていたんですが、内海悟とひまそらあかねさんの足した126万票がまるっきり消えてるんですね。出ました。捨てたんだろう。うん、この時点でズルだからな、これ。こんなもん無効なわけよ。だから別に蓮舫さんがどうのこうの言ってのは今回は置いておきます。今回の都知事選でズルをしたか否かということでズルをした。 99.9%ずるをした。うん。僕は蓮舫さんの票を操作したと思ってる。だけど同時に今回はこの内海悟とか、ひまそろあかねさんとか、そういった他の候補者もそ操作した、うん。で、この状態で8時で当格が決まるわけがない。だからこんなもの本当は無効なんだよ。僕はそう思ってるよ。一晩考えてそう思いましたね。なんでこんなおかしい、悔しいことになるのかって。うん。おかしいじゃないですか。 だから、出口調査ってしてるふりです。だって回答拒否してるんだからわからないじゃない。で、えー、まあ、事前にこのズルをできないようにっていうことで、人の手でね、えー、するっていうことなんですが人の手でしないんですよ。機械を使うね。多分皆さんも思ってるでしょうけど、634が出,出動しましたね、今回。そして、えー、出口調査をしてるって言うんだけど、出口調査では決まらないじゃない。だって半分が答えないだから、極端な話はこ,こういうことだよ。 出口調査をしました。誰も答えません。しかし、ね、それがもう分かっています。中身も開けていません。分かっています。飛んだ茶番だよな。今回も飛んだ茶番をやったと思いますよ。この大切なあね、東京都知事選において。わけ分かんないじゃないですか。うん。で、あのー、半分が分か,あの分からない、えー、答えない、えー、っていうこともそうだし、出口調査で統計とか言ってるけど、実際の投票した人数、数と、 合わせられるわけないんだよ。今回50何人出てるんだから。まずこのデタラメをしたことに気が,気がつきましょう。僕は一晩考えて、これはもう99%デタラメだと思います。で、あの、僕事前にね、東京都知事選の前にお話ししたかと思いますけど、あの、8時に一応締め切って、タクシーかなんかで場所を動かすんですよね、1時間。だから本当に決まるっていうのは夜の12時過ぎなんですよ。まあ、わからない。11時かもしれないし。だけど、そうなってないわけじゃないですか。 でやっぱり僕、今回思ったんですが、期日前投票の票を多分ほぼ処分しましたね、うん。そういった汚いことをやってるんですよ。だから、日本に民主主義などないですよ。少なくとも。僕は今回思ってましたよ。蓮舫さんが勝てるだろうなと思っていた。しかし、こういったズルの結果、あ勝てない。そして、えー、それを画策しているのはマスコミとデンマルと宗主国米です。 あの、蓮舫さんの票がですね、石丸真二に、まあ、行くように事前にマスコミが踊らしてですね、で、えー、蓮舫さんの票を下げて、えー、小池合子を当選確実にすると、そういったようなことをしていると思ったんですが、と同時に今回は、内海悟とか、ひまそらあかねさん、 あの、ひまそらあかんさんっていうのは小池百合子とね、えー、対立して勝ってたわけじゃないですか。そういった人を完全にこう、なんていうのかな、隠す。そういったことも、あの、ありましたね。そういうこともやっていましたね。で、直前に、えー、石丸真二を持ち上げて、小池百合子を、まあ、擁護する。そして石丸真二を持ち上げることによって、蓮舫さんを、まあ、うまく落とした形になりますね。まあ、それ以外にもズルしてますけど。 だから、この最初に僕がですね、怒ったコメントがありますが、どういうことになったのかっていうことですよ。マスコミと自民党、総支国、米にすれば、今回の結果っていうのは、小池梨子が通ったから最高の結果なんですよ。東京都民、あるいは日本国民にとって最、最悪最低の結果なんですよ。だから、今回の結果を満足する人間っていうのは、少なからず国民生活、都民の生活を考えていない人間であると、えー、僕はそのように思います。まあ、ちょっと言い方が悪くてすいませんってことで。 東京都知事選についてはですね、まあ一応僕あの数時間ね、考えたんで、また他にいくつかお伝えしようと思うものもあるので、まあまたね、この後にお伝えしようと思うので、とりあえず今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。